オレンジ色の地域がチベット民族が居住している地域2008年のチベットソーランは2008年3月10日に中華人民共和国チベット自治クラスサシにおいてチベット独立を求めるデモをきっかけとして発生した暴動を指すすべてのチベット人が反乱に参加したわけではなくその参加メンバーはおおむねがチベット仏教ゲルク派に属するものだった中国当局が国外及び 香港の報道機関の同地域への入居及び、報道を規制したために情報が不足しており、正確な暴動の詳細を掌握するのは極めて困難であり、中国政府当局とチベット亡命政府の両当事者による発表や、伝聞情報に基づいた大手マスコミの報道が大部分を占めていた。ラサ暴動の発生直後に伝えられた各種の情報のうち第三者による証言は、 暴動発生時に中国当局からラサ市内での一週間の滞在取材を許可されていたエコノミスト市の特派員ジェームズ・マイルズ記者の報告など極めて限定されたものしか残されていない。暴動発生直後の報道はチベット亡命政府の発表をそのまま引用、転載した内容を掲載した BBC や CNN に代表される欧米メディアの報道と これに反論する中国政府の反論の応酬が続いた。ラサ市内での暴動発生原因として、チベット亡命政府内の急進独立派であるチベット青年会議と、これを支援する国境なき危機者団などの欧米の支援団体は、2008年8月の北京五輪を前に、中国政府が強硬な鎮圧に出られないことを見越して、チベット独立を求める大規模なデモをラサ市で実行し、 これにチベット亡命政府に好感を持っている複数のジャーナリストをアテンド取材させてチベット問題への国際的な注目を集めることを企画していたことが知られている。最初の動きはチベット自治区のラサ市において1959年のチベット放棄から49年目にあたる2008年3月10日に合わせて開始された。当初チベット亡命政府は ラサ市で行われたのは平和的なデモだったと主張しており、ダライラマ14世もこれに理解を示す声明を出していたが、エーコノミスト氏のジェームズ・マイルズ記者の私がラサで見たのは計画的で特定の民族グループを標的とした暴力であり、その対象とされた民族グループはラサで最も人口の多い漢族と少数派の海賊だったとの証言から、 計画的な暴動であったことが明らかとなった。ボートたちが、長剣やナイフで武装して、銀行、漢族や海賊の商店を襲撃して、略奪、放火、暴行を行う様子は CCTV を通じて世界中に配信されると、当初はデモに対して、好意的な報道を行っていた BBC も一変して、暴動を批判する報道を行うようになった。 マイルズ記者が事態を目撃していたことが3月19日に明らかになると、ダライラマ14世は、傍王とは中国兵が僧侶に変装したものと主張を一変し、チベットの運動家はその証拠写真として、中国軍兵士が僧侶に変装しているような様子の写真を提示した。しかしこの写真はすぐに映画の一シーンの抜き出しであることが明らかになった。チベット亡命政府から、 正確な情報を伝えられていなかったことに気づいたダライラマ14世は、米国への訪問時に、シアトルの地元新聞社とのインタビューで、今回の暴動は、チベット亡命政府内の若者たちが、自らの中道路線に不満を持ち、これが暴走した結果という見解を示し、中国側の発表した暴動と、チベット青年会議との関係を認め、以降は一転して暴力に反対する意を示した。 現地の目撃者の女性は、ラサにある小さな寺院の付近で警官によりデモを停止された後に僧侶らがパトカーに放火したと述べた。僧侶らはまだ抵抗を続けている。パトカーと軍用車両が燃やされた。泣き叫んでいる人々がいると述べた。これらの暴動が過激化したため、3月16日までに武警、公安部隊が 催涙ガスやゴム弾など非知識性兵器をを使用してボートを解散させた。中国政府は、ボートが多数の僧侶に先動されていると考え、ラサ市内にある3カ所の大僧院を封鎖し僧侶たちを遊兵し、3月17日に街頭スピーカーから暴動参加者へ対する自主による罪の減免措置が通告され、多くの者はこれに応じて自主的に公安局へ出頭し、 暴動は、市街の多くを破壊して終焉した。3月16日、四川省、アバ州において、ラサ市内で、チベット人が海賊を襲撃したことへの危機感と、海賊の犠牲者に与えられた残虐行為の噂が、海賊住民の怒りに火をつけ、独立ハチベット族の開いていた集会を襲撃したことに始まり、銃撃を含む衝突が発生した。バ州での暴動発生直後に、 チベット亡命政府は中国軍の鎮圧で20名の犠牲者が出たと発表し、ローマ教皇庁外国伝道団機関士であるナヌズがこれを報じたが、この報道に対する事実関係の確認は未だに行われていない。中国政府は軍事産業が集中する四川省という重要な地域での民族間対立が表面化したことと他の地域にも存在する民族間対立への飛び火や、 何より、新疆のイスラム過激派が対立に乗じて海賊への影響力を強めることを恐れて、中国人民武装警察部隊や公安部隊を急遽派遣して衝突を沈静化させた。中国政府の暴動地圧活動に際して、チベット亡命政府は少なくとも140名以上の多くのチベット人が虐殺されたと主張している。対して、中国の進化社通信は、 チベット亡命政府の主張する犠牲者140人は裏付けが取れず名前が公表された40名に関しては所在地として記載された住所自体が存在するものはわずか5名で住所と住民の生命が一致するものは皆無だと主張し中国政府は暴動全体での死亡者は22名だったと主張している2008年4月2日の人民も日本語版によると 現地に潜入していたチベット青年会議の中心メンバーは、青海省を逃走中に公安局に発見され、銃撃戦の末に射殺されたが、この際公安局のチベット人将校も死亡したと発表している。また、各地の寺院内に秘匿されていた武器、弾薬や爆薬などが発見されたことを発表している。4月3日夜に起きた四川省関税、チベット族自治州での騒乱では、 香港各種は僧侶を含む8人が死亡したと報じている。米政府系のラジオフリーアジアは目撃者の情報として15人が死亡、数十人の負傷者が出ていると伝え、中国の国営通信新華社は地元当局者1人が重傷を負ったとしている。騒乱の原因についてラジオフリーアジアは消息筋からの情報として3日朝にチベット人住民が 地元の警察当局からダライラマ14世の写真を掲げないよう求められたことに反発したことが発端だったと報じた。2008年4月29日には、チベット亡命政府は死者数203人、負傷者は1000人以上、5715人以上が拘束されていると発表した。2008年7月10日のチベット自治区のバイマチリン、常務副主席の記者会見を報道した。 新華社通信によると、3月14日のラサシ暴動での逮捕者は953人、うち362人が自首、116人が裁判中であり、4月29日に30人の裁判が決審し、最も軽いもので、懲役3年、重いもので、無期懲役が言い渡され、6月19日20日に12人の裁判が決審し、放火、窃盗。 社会秩序騒乱罪、国家機関襲撃罪など19の罪状が認定された。中国領事館外から抗議する人々抗議活動が盛んな時期には北京五輪開会式への出席拒否を示唆する首脳もいたが北京五輪開会式には多数の国家首脳が出席した。その後、北京五輪の終了とともに暴動への国際社会の関心は急速に失われていった。 詳細は、北京オリンピックの聖火リレーを参照新勝者として、パリの聖火リレーに参加した、金明アキラは、チベット人ボートとされる男から聖火を守り抜いた、ことで、一躍中国国民にとって、英雄となった。チベット亡命政府を支援する国境なき記者団が、オリンポス山での聖火再火式への乱入をした、ことにより一連の聖火リレー妨害行動が始まった。 2008年3月29日、ドイツのミュンヘン、カナダのトロント、カルガリー、バンクーバー、モントリオール、ニュージーランドのオークランド、スウェーデンのストックホルムで、数多くの中国留学生と海外華僑が、欧米マスコミによる変更報道に抗議し、チベット暴動への反対、平和への支持、国家の統一維持を唱えて集会、デモを行った。 2008年4月6日ロンドンでの聖火リレーでは、消火器で聖火を消そうと試みる者もいた。また、翌日4月7日には、パリでもロンドン同様、警官隊と抗議行動の参加者の間で、揉み合いなどが起こり、混乱を避けるため少なくとも3回、聖火を消してバスで移動するなど、リレーを中断させるなどし、必要な妨害行為を行った。 チベット難民が流入し続けているネパールでは中国大使館などに対してチベット青年会議メンバーのチベット難民が抗議活動を繰り広げた。これに対して中国の支援を受けていたネパールは治安部隊を投入して鎮圧を行いその激しさは中国での弾圧の様子と誤解した米国のフォックスニュースが誤ったキャプションをつけて報道したほどだった。インド政府は ダライラマ14世を客人として迎え、ダラムサラ周辺での自治を認めているが、一方で、中院関係改善以降は、ダライラマ14世とチベット亡命政府の、反中国的な政治活動を認めなくなった立場から、チベット青年会議メンバーによるニューデリーの中国大使館への突入や、聖火リレーへの妨害に際して徹底した鎮圧を行った。同情。 ストップザジェノサイドインチベットは約中国共産党へ。チベットでの虐殺を止めろ。日本でのチベット独立支持を呼びかける運動は、主にオフ会の延長としてインターネット上で広まり、4月26日に長野で行われた北京五輪聖火リレーでは、多数の日本人が抗議活動を行った。統一協会の関連団体である世界、平和連合など、 小教連合系の団体はフリーチベットと呼びかけてリレー妨害を正義であると主張した。また、前光寺がチベットでの仏教徒を含む民衆への弾圧に抗議して地域の聖火リレーの行事への関与を禁じるとともに聖火リレーの時間に合わせてチベット騒乱の犠牲者への追悼法要を実施した。しかし、聖火を護衛するために中国大使館、 両時間の連絡網を通じて、日本各地から動員された多数の中国人留学生グループがコース沿道を埋め尽くすように配置され、聖火リレーの出発地点では関係者以外の日本人が立ち入り禁止とされた。長野での聖火リレーでは、リレー奏者の福原愛選手の前に飛び出して、取り押さえられた台湾籍の無職の男、都内に住む無職の男と右翼団体構成員の3名が、 長野地方裁判所に起訴され、うち2名に罰金刑が確定したが、右翼団体構成員は起訴猶予処分となった。中国本土では、抗議活動の中心にいると見られたフランスと、抗議活動を支持するかのような発言を繰り返したサルコジ大統領に対する反感が広まり、中国に展開するカルフールの視点が、不買運動や営業妨害活動の標的となったため、 中国との関係修復を急いだ。フランスのサルコジ大統領は、ポンスレ上院議長を特使として派遣して、中国への謝罪を行った。しかし、フランス国内の反サルコジ勢力によって、この一件が非難されたため、2008年12月、ポーランドにて、サルコジ大統領は、ダライラマ14世と会見せざるを得ない状況に追い込まれた。これに反発した中国政府によって、 サルコジ自身が2007年11月に放中した際に取り付けたエアバス160機、原子炉2機など、計200億ユーロに上る大型商談がキャンセルされる危機に直面した。その後、北京五輪開催を前にして、米国をはじめとする諸国からの対話の進めを受けて、2008年4月25日に、中国政府はダライラマ14世に直接対話の再開を呼びかけた。 ダライラマ14世は、チベットにおける、高度な自治、中華人民共和国憲法で保障されている完全な、自治を求めていることを主張したが、チベット亡命政府内の求新独立派である、チベット青年会議が組織したデモの参加者は、チベットの自由解放、独立を求めるスローガンを唱えていたため、中国新華社通信は、 チベット独立はもちろん、高度自治も容認できないとする中国政府の立場を伝えるなど、チベット亡命政府と中国政府との対話は、当初から困難なものとなることが予想されていた。5月4日に、中共統一戦線部の下田田市軍副部長が、中国側の代表として、チベット亡命政府を代表するロディギャリ、ケルサンギアルゼン領特使との会談に臨み、 両者の直接対話は7月1日10月30日と3時にわたって続けられたが、両者の交渉は全く進展せずに終了した。3月10日のデモが暴動に変化していく中で、ダライラマ14世が取った恩恵な態度は、急進的に独立を強く願う亡命チベット人、社会、チベットを支援した世界の人々の間で不満を与えた。ダライラマ14世は、 対話路線放棄の是非と自らの指導権を再確認するために11月17日に亡命チベット人の臨時総会を開き中国との対話で自治の獲得を目指す中道路線の条件付き継続とダライラマ14世の指導権を再確認した2009年1月19日のチベット自治区人民代表大会において1959年の ダライラマ14世のインド逃亡後に、チベットが中国に接収されたことで、それまで貴族に所有されていたノードたちが解放されたことを記念するとして、3月28日をノード解放記念日とすることを採択した。これに対して、チベット亡命政府は、ノード解放という言葉を使うことこそが侵略を正当化し、チベット人の感情を傷つけるものだとし、これに反対し、 双方のプロパガンダ合戦の様相を提している。ありがとうございます。